ダンス&ボーカルグループザ・ランページの河村一馬27が27日都内で行われた写真集河村一馬ファースト写真集エトワール小学館の発売記念取材会に出席。今後の目標について語った。芸能活動開始から10年の節目に初の写真集を刊行した河村は2014年5月8日に上京しました。もうすぐ10年が経ちますが、あっという間といえばあっという間としみじみ、一つ一つを振り返っていくと大変な子もありましたが、大変なことが気にならなくなるくらい恵まれているなと感じておりますと感謝の思いを語った。河村はグループのボーカルとして活動するほか、俳優としても活躍する。今後の目標を問われると、声優さんのお仕事もしたいなってと即答。好きなアニメがあったり、ゲームも家に300本あるくらい好き、漫画も好きと目を輝かせ、現実ではこんなんおらんやろってくらい、めっちゃかっこいい役をやってみたいです。敵の大ボスや魔王みたいなキャラが濃いものもやってみたいと願いを込めた。今作は河村にとって2020年発売のフォトエッセイ「シンシア」以来約4年ぶりの書籍。初の写真集となり、フランスパリと北部のノルマンディで撮影した。タイトルにもある「エトワール」が意味する星、花形、スターをテーマに、河村が内包する圧倒的なスター性を全体に散りばめた作品となっている。パリに生まれ育った19世紀の象徴主義を代表する画家ギュスターブ・モローの美術館、フランス北部にある19世紀に建てられた古城を貸し切り、大規模な撮影を敢行。両場所で写真集の撮影許可が下りたのは国内外合わせて今回が初めてとなる。